はい、こんばんは、上田と申します。皆さん、もう第3ゲームちょっと並んで、かなり疲れている方もいらっしゃるんじゃないでしょうか。僕はもう結構ヘトヘトなんですまあ、そういったことがありまして、コーヒーブレイクというわけではないんですが、ちょっと簡単なクイズを皆さんに出したいと思います。口頭でも申し上げますが、 X 事乗足す Y 事乗イコール事乗、この式を満たす数、整数どうか皆さん考えてみてください。ヒントとしては三角形、直角三角形というのがあるんですが、どうでしょう。何か思いつきやすい。ごめんなさい、数学わかんないですという、まあ、こういう環境も期待しておりましたが、実は、三平方の定理もしくはピタゴラスの定理、そういうの皆さん聞いたことあるんじゃないですか。というので答えは、まあ、一例ですが3、4、5、この式を、まあ、満たす。これでこの式を満たします。っていうので、まあ、中学ぐらいの数学でやったことある内容なんですが、それではじゃあ実際にその2が X 乗が3になった場合、誰か挙げられますでしょうか。まあ、時間の関係上さっていうとこれは答えがありません。そしてさらに、3以上の4、5、6そのにおいて全て解がありません。これ、すごく単純そうに見える式ですが、これの定理、これ、フェルマーの定理と言われるんですが、この定理実は16世紀に発見されましたが、そこから最近1993年まで証明されなかった式です。しかもその時測る発見者は、私はこの式に関する大変面白い発見をしたが、しかしこの余白にはそれを書くことができないといった名言を残して、ある意味高校生が数学で分かんない時に使うような大変有名な言葉を残したのです。というわけで今回私が紹介したいのは、そのフェルマーがこの式を発見し、さらに現在、93年なんですが、その時にワイルズが証明したまでの、3世紀にもわたるドラマ、数学のドラマを描いた本、フェルマーの最終定理といった本を紹介したいと思います。で、まあ、3世紀と言いましたが、かなり大変長い時間です。それこそ、もう簡単に生物とか言うと、遺伝子 DNA の二重らせんが発見されたのもおよそ60年前ですが、今ではもうそういうのが当たり前のように思われています。ですがこの式、単純ですが360年間示されなかった、そういったことがこの本には書いてあるんですが、もともとこの本、海外のドキュメンタリー番組を本としたやつでして、大変、まあ、ドラマチックに描かれております。で、さらにこの本、は数学が実際に出てきて、数式を証明する本ではなく、これを証明するまでに至ったどんだけ3世紀の間時間が、いろんな有名な数学者たちが挑みつつも破れたような辛い思い出、そういうようなことをドラマチックに描かれているわけです。でさらにそれをそのドラマを通じてどういった数学が進化してきたのかということを描かれる。まあ、別の本に例えるんだよ。ソフィーの世界という本はファンタジー小説を題材にして哲学のを語っておりました。これはそれを数学で試しているわけです。さらに、その要所要所で、数学者としての面白いエピソードがあるんですが、結構前に、ベストセラーとなった五条なんでしょう、ファイマンさん。あれも、ファイマン先生という、物理学者のちょっと規定別な様子を描いたくて話題となった本ですが、この中でもそういった面白いエピソードで随所あふれていることから、結構愉快に読める、サクサクで読める本です。で、私自身は、まあ、この式自体は結構前から知っていたんですが、今回この本を読んだで、その式を証明するに至って、日本人の、戦後2名の日本の数学者が貢献しているということは全然知りませんでした。で、しかもその貢献するにあたってやっぱかなりまたドラマチックな話があったということも知りませんでした。で今回そういったことも書かれている小説、小説じゃないですね、ノンフィクション本です。で、この本、数学を知っていれば大変面白く思えるのかもしれませんが、僕自身数学専門でもないん で、この本を紹介してくれた人は、私のあれなんですが、美術の先生です。ということで、全然数学が、まあ、分かっていれば多分、結構有名な数学者たちが出てくるので面白いかと思いますが、それ以外でも数学を知らなくても楽しめるとても面白い本ですと言いつつ準備は待ってしまいました。で、まあそういったことなんで、この本、どちらかというと数学、数式がバンバン出てくる本ではなく、数学の概念、まあこういう
仕切ったってこれは分かったんだよみたいな感じのを示すものとなっております。はい、ありがとうございました。それでは、質問のある方は挙手をお願いいたします。フェンマーさんの面白キテレツエピソードなど何かあれば。そうですね、彼、実際この式、この式を正面残さずに死んでったわけですが、その式自体も本自身の読んでた本のこういう本のこういう隙間に書いて残してたんですよ。でこの式を書いて面白いエピソードを残したんですけど、まあ破綻のようなことですよね。もっとちゃんとした白い紙に書けよう、そういうようなエピソードとかが載ってます。はい、ありがとうございます。それでは次の質問の方はいかがでしょうか。300年の間だと どこにその数学者の情熱の源があったんですか。そんな面白い経緯なんですか。そうですね、やはり、まあ、数学者というので解けないものがあるから解きたいといったこともあるんですが、実はここに解かれている必要だった数学の知識というのは果てには物理やそれこそコンピューターの暗号にも対応されてまして、そういったことから科学の進化にも大変有意義があったということで、多分そういったところも含めてやりたいなったのかなというふうに思っております。はい、ありがとうございます。それでは、次の質問の方です。フェルマーの最終定理すごくなんですよ。すごいタイトルだなと思いまして、最終定理最終にどういう意味なんですか。なるほど、そうですね、実はフェルマーさんたくさん謎を残すことで有名でした。その中でも、解けきれず残ったものとかこの式です。はい、ありがとうございます。それでは時間となりましたので、上田さんの発表を終了させていただきます。ありがとうございました。